があるんだって。候補です。時刻は10時になりました。この時間はハイサイ沖縄シティの時間です。沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお届けいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずはじめに沖縄税務署より申告相談会場のお知らせです。申告会場開設期間が2月9日月曜日から3月16日月曜日までとなり、その期間中土日祝日を除き開催されております。申告相談受付時間が午前9時から午後4時までとなり、申告相談会場は沖縄商工会議所ホールとなっております。お問い合わせは沖縄税務署電話番号 938-0031 938-0031 番となります。続きまして、平成27年度市県民税県国民健康保険料申告受付についてのお知らせです。受付期間が土日祝日を除きます。2月16日月曜日から3月16日月曜日となっております。ただし3月15日日曜日に限り申告受付を行っています。受付時間は午前9時から午後4時となり、受付会場沖縄市役所1階市民ロビーとなっております。混雑を避けるため割り振りしてありますので、ご協力お願いいたします。割り振りしております自治会指定日が2月16日月曜日は宮里千葉名、2月17日火曜日は小屋東、2月18日水曜日合わせ、2月19日木曜日室川、諸見里、久保田、明け道、2月20日金曜日照屋、小蛇、八重島、基地内、2月23日月曜日は五重区、揚げ田、大里、合わせ第三、2月24日火曜日中野町、ヒアゴン、合わせ第一、2月25日水曜日センター、山内、上り川、2月26日木曜日は三里、吉原、末吉、2月27日金曜日南東原、松本、池原、開放町、3月に入り3月2日月曜日は蒲原、山里、高原、3月3日火曜日は城前、尊田、東東原、与儀、合わせ第二となっております。上記指定日に申告ができなかった方は3月16日月曜日までに申告してください。なお自治会議所などでは失礼しました自治会事務所では申告受付は行っておりません。申告期間中は駐車場が大変混雑いたします。公共交通機関をご利用ください。
また受付期間の最終日に近づきますと、毎年大変混雑し待ち時間が長くなり、市民の皆様にご迷惑をおかけしております。3月11日水曜日から最終日の3月16日月曜日までは大変混み合いますので、お早めの申告をお願いいたします。お問い合わせは市民税課までお願いいたします。続きまして、沖縄マラソン交通規制へのご協力をお願いいたします。2月15日日曜日に沖縄マラソンを開催いたします。それに伴いレース中の交通規制が行われます。ドライバーの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、1万人余りの参加者の安全のため、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。交通規制時間などに関するお問い合わせは沖縄マラソン実行委員会までお願いいたします。電話930-0088、 930-0088 番となっています。続きまして、生き生き子育て交流会のお知らせです。日時が2月26日木曜日午前10時から12時までとなります。場所は沖縄市民会館中ホールです。内容として、児童文化サークルコントスによります人形劇と絵本の読み聞かせ、市民健康課管理栄養士によります乳幼児の手作りおやつの紹介、そして試食です。他にも市内子育てサークルの活動紹介や交流、市立図書館の読んであげたい絵本紹介コーナーもあります。対象は子育て中の方ならどなたでも OK です。親子での参加、大人のみの参加でも可能です。定員は100名となっておりますが、先着順となります。参加費は無料ですが、申し込みが必要となっております。申し込みは2月20日金曜日まで受けたまわります。お問い合わせ、申し込みに関するところは保育幼稚園課となっております。続きまして、子ども組うるい組踊り終身鐘入り開催のお知らせです。沖縄市で日々練習を重ねる3歳から高校3年生までの100名余りの子どもたちによる舞台が開催されます。日時が2月21日土曜日、22日日曜日となります。会場時間は午後2時30分、開演時間が午後3時です。入場は無料となりますが、当日は入場整理券をお持ちの方から優先入場となっております。入場整理券は2月初旬から配布開始を行っております。入場整理券配布場所は沖縄市役所子ども企画課、沖縄市立図書館、沖縄市福祉文化プラザ児童センター、沖縄市民小劇場アシビナーとなります。お問い合わせは子ども企画課または株式会社オフィス生田までお願いします。最後に、第25回沖縄市国際交流フェスティバル国際交流と多文化共生のお知らせです。世界の歌と踊り、多国籍屋台村、パネル展示など多文化の紹介を行います。2月21日土曜日、22日日曜日、正午から午後6時までの開催となり、場所はコザ・パルミラ通り一番街となっております。お問い合わせは沖縄市国際交流協会までお願いいたします。電話 989-6759、 989-6759 番となります。ハイサイ沖縄シティ、この時間は沖縄市の提供でお送りしました。
何しますか？何からですかね。90年代ヒット。じゃあサランキューでするような。出た。私にするような。発声してないから。あなたが。発声してないから声が全く出なかった。おはよう。あたさん、体調どうですか？ミッキーさん。あ、ちびまるさんもおはよう。カッパさんもおはよう。わーい。